らね、マウンド型、マウンド型本当にキーグラウンド、キーグラウンドどうにかしてほしい。いいなぁ、いい、このままベースボールグリップ、あ、そうなんです、ね、うわー、ギリギリ、殺しに行ったでしょ、かも当たんなかったけどね、今日の夜ご飯にいい、やった、ナイス、うまい、ナイス、ありがとうございます、めっちゃいいとこで、やった、いいわ、めっちゃよかった、めっちゃいい、うまっ、あ、なんか変なくぼみみたいな、くぼみみたいなとこですね、ナイス、ナイス、ありがとうございます、いいね、6番で、レイアップで、とりあえず中に打てるかな、いけ、いけ、あ、ストップ、ストップ、いや、大丈夫、やばんだ、ちょっと5番ユーティリティで、
9番でいきます。止まった。あのね、形で。あ、もっと右が良かったな。形入った方がいいですよ。でも、ナイスナイス、うん、ナイスナイスバンクやっときます。ありがとうございます。最後グッていきそうじゃない。そこ、いきますね。ですよね、うん、いい感じ。もっとか。結構切れた。もっとだ。食べるね。結構垂れちゃうね。この距離さっきから嫌いなんだよね、すごく。わぁ、もっと嫌いなんだよね。 OK です。ありがとうございます。サボです。ダブルイーグルでおすすめの商品、はい、または今これ入っているからいいやみたいなのありますか。なんだろう、もう冬物ですもんね。マスターバニーは終わった。いや、終わっちゃいました。マーク&ルナは、マーク&ルナはエビステンで、あ、そう、マーク&ルナポップアップやってて、うん、あ、そういうのもあるんですね。はい。で銀座だと、うん、来年の春からはマーク&ルナと、ブリーディングのウェアが置かれるんですね。はい、あとデサントも入ります。デサントぼちぼち入ってきたよね結構。その期間とか時期によってメーカーが本当に変わるんですね。はい。へー、でも何でもあるよね。アルチビオも、うん、キャロウェイも、うん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 、ランバーグ、そう、リーダーグランバー、クラブもね、何でもあるよね。あるある。そうなん、パターも何でもあるし、うん、150万円のパターがあります。え、高っ。スコッティの。へぇ、あと75万円か。75万円は売れた。え、売れたんだ。スコッティキャメロン。スコッティ、すごい。売れたね。どんな人が買ってくるんですか。その人はお茶屋さん。お茶屋さん、お茶、え、お茶屋さん、うん、75万円のパターン。お茶屋さんが買っていったと。危ないよ、なんか高そうなお茶売ってそうだね。え、150って言ったっけ。もう一個150万円。50万か。じゅんさんぜひ。いや、買えないので。150万のパターン買いたい人は、それは どって、銀座、銀座店に、銀座店にあります。スコッティキャメロン、ぜひぜひ。なんか知ったら買いに行く人とかいそうだな。確かにあるんだみたいな。あとあれもあるんじゃない、恵比寿店タイガーが使ってるクラブセットのレプリカ、うん、あ、なんだっけ、テラメイド、テラメイドの箱に入ってる。あ、そう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 、あれなんだっけ、限定の、あ、そうです、限定のレプリカセット30万ぐらいかな、うんうん、30万でお釣りが出るくらい、うん、高いのか安いのかも分かんないですよね。分かんないですよね。150万があるから。でそういう、なんだろう、不思議なものも売ってるんですね。ね、なんか、うん、確かに、普通の肉が売ってないよ。そうですね、うん。置いてあることが多いです。結構多いよね。うん、マニアックなものが、うん。フィッティングもできるし。マニアの人が買いに来るって、あ、マニアの人がね。はい、へぇ、ちょっと今度、職場訪問。ぜひぜひ。お願いします。待ってます。私が学校で立ってるんで。そうね。
サルトン高めの声で喋ってるんで京都は違うんですね。京都はまた違う感じ、いらっしゃいませそんな感じです。そこまでじゃないけど、なんか古かったよな今109にそう感じ、いらっしゃいませ。はい、行きますか。はい、最終ホール、はい、ちょっと80ヤードです。ピッチングでいきます。ナイス。奥はどうなんでしょうか。奥は池でしたね。です。いやでもありそう、ありそう。ありそう。ある。うん、やっと前から、池は前なんだ。確かに。ということで池ぼちゃしたので直接から打ちます。うまくない？ナイス！ありがとうございます。うまい。うまい。これはいいよ。よるよる。いけ！うまね！おー、ナイス！ナイス！ナイス！完璧！やったー！読みすぎた。あ、うまい。あ、うまい。打っちゃった。オッケー。いただきます。ナイス。お疲れ様でした。お疲れ様でした。過酷な気候の中。過酷な高齢者です。高齢者ね。お疲れ様でした。寒い中ありがとうございました。どうでしたか。やばやばでした。ちょっとボロボロ。まあでも天気のせいでしょ。そうだね、寒いの。いやめっちゃ寒かったですもんね。難しかったですね。なんか初めてだったね。リベンジしたいです。そうですよね。スパッと数がやばそう。やばそう。これからまたどんどん寒くなっちゃうんで。はい。あとまたいい時期の時に。またお願いします。ぜひお願いします。はい、あとあのダブルイーグルにも遊びに行きたいと思います。ダブルイーグル遊びに来てください。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。バイバイ。バイバイ。